どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめますよということで、簡単レッスン動画日々公開してます。今日もこの G ラボブラックビューティーウクレレと初めてウクレレを使いまして、モリモリレッスン動画公開していきますよ。さあ、今日取り上げたい曲は、日本を代表するパンクロックバンド、ハイスタンダードの Stay Gold。この曲をやってみたいと思います。残念ながらですね、ドラマーの常岡明様がですね、ちょっと天国に召されてしまったということで、すごいね、やっぱ残念だなというか、本当にね、まだ見たかったなというふうに思うんですけど、思いを込めて歌っていきましょう。ガズレレではウクレレに簡単ウクレレレッスン動画なんで、最後ね、これ原曲はね、転調するんですけど、そこはあえて転調なしの簡単アレンジバージョンでやらせていただきます。いつものように2バージョンでございます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョンですけど、パンクロック独特のこの、ゆっくりやってもこう前のめりに押し寄せてくるあの勢い、再現したいと思います。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはさらにそれにね、研ぎ澄まされた、もうまるでこう、なんて言うんでしょうかね、もう鋭いなんかこう刃物みたいな激しさをですね加えたかっこいいバージョン、最後のフレーズもね、しっかり取り組んでいくんで、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、で、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただく出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それでは本日のレッスン入っていきますよ。ハイスタンダードの Stay Gold。まずはガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。My heart stay gold.
タンダードのステイゴールド、ガズレレ流シンプル簡単バージョン。これでもゆっくりなんですよね。でも、これ以上ゆっくりやるともう違う曲みたいな感じなんで、やっぱりこの速さっていうのも一個ね、この曲の魅力なんで、ある程度の速さだけど、それでもゆっくりバージョンみたいな感じでございました。はい。今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルの簡単アレンジなんですけど、どこをショートカットアレンジしてるかというと、間奏のところなんですね。なんで他のところは一応フルコーラス、歌のパート的なところは一応全部やったよということで。で、さっきも言いましたけど、ガズレレ簡単アレンジバージョンって最後本当は転調するんですけど、その転調もせずに、そのままのキーでやらせていただいたというウクレレで、簡単ウクレレアレンジバージョンになってます。まず皆さんこれ、取り組んでください。とはいえこの曲、英語ですからね。英語のこの感じがですね、やっぱりこの曲も早いしですね。まあなんだけど、英語の曲をこう歌う。しかもこのハイスタンダードって日本人のね、やっぱりあのアーティストなんで、なんかね、こう、できるんじゃないか。そういう希望を持てる。やっぱ英語の曲はいつも言ってますけど、調子に乗ってモノマネするんですからね。はい、これやってみてください。まずね、最初は、ガズさんの動画を見てもらって、歌詞とコードがね、出てますから、それに合わせてウクレレ練習スタート。で、ちょっと慣れてきたら、一緒にできるようになると思いますんで、そこまでちょっとね、やってみてください。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。これはすごいですよ。英語の曲だしね。はい。コードもどんどん移り変わっていくんで、ね、ワンブロック2個だし、そこはすごいと思うんですけど、そこまでできるようになった方は、じゃあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードも丸暗記するのはこの曲は特に難しいでしょうから、やっぱり最初楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃって大空に向かってですね、歌いたいなというところなんですけど、はい。楽譜がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズさんの手書きで書いたこのノート。このノートを見ながら、今演奏していきました。はい、見てください。stay gold ですね。これ1って書いてある。今日はね、2枚に渡ってんですよね。はい。これもうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今、大変便利なサービス。これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたステイゴールドを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回、45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。ステイゴールド、ハイスタンダードでーす。はい。ちょっとイントロこれ見てもらいたいんですけど、ちょっとね、場所の節約のためにワンブロックがちょっとちっちゃい表記になってますが、ちょっと見ておいてください。で、この下に書いてある矢印マーク。これはかっこいいバージョンで出てくるアレンジで、シンコペーションの矢印のところにリズムがズコンと入ってくるよということで、これ後でしっかり解説していきます。今のシンプル簡単バージョンは上の段を弾いていったよということになっております。で、こうやって見てもらうとわかる、こうツタタタタとか、こういうのはかっこいいバージョンではこれ盛り上げていくよということだったり、あとね、これコードがですね、一箇所かな、違うところが一箇所、最後のここのところ、下に書いてあるコードはかっこいいバージョンでございますからね。はい、後で解説していきます。まずは、こうやって写しておくんで、皆さんノートとかに書き出して、ゆっくり練習スタートしてみてください。とはいえこれ英語ですからね、結構ね言葉詰まってますよ。はい、聞き込んで、モノマネして調子に乗るのが英語の曲のキーポイントだと思います。はい、じゃあ一時停止で、今紹介してもらさせてもらったガズクラブでね、このノート楽譜のデータそのままダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。この歌詞の上にこの点とかこの V が書いてあるね、これがね、
リズムは分かるんですよ。 My life is a normal life working day to day no one knows、まあ、こんな感じ、この点で、リズムが分かるようになってます。あとはしっかりやっぱ聞き込むのがいいと思いますね。はい、ちょっと参考にして、やってもらって、もしねガズクラブめちゃくちゃ有効に活用していただけると思うんでね、ガズクラブもチェックよろしくお願いします。はい、お時間の方はこんな風に写しておくんで書いていってください。まず1番、はい、OK。で、これサビですね。I won't forget。 これはいいメロディーですよね。もう歌っちゃう、思わず。ここもかっこいいバージョンでシンコペーションも山盛り。はい。あ、ここがちょっとコード違ってた。さっき言い忘れた。簡単版は A7。かっこいいバージョンは A というコードが登場しますと。はい。ここも決めがあるね。はい。サビです。そして、ここ2番ですね。はい。2番。1番と基本同じような感じですけど、ちょっとかっこいいバージョンでここの2行をね、リズムが変わるんです。そしてここ見てもらうと分かるんですけど、2番やったら見てください。サビ1やってイントロですね。サビ1っていうのはこれです。これをやってイントロやってやるからこれになりますね。で、これやったら最後のね、見て、サビのラストに変えて、このサビラストっていうのはこっちなんですよ。で、これはほとんどサビと一緒なんですけど、よーく見るとこの辺ね、シンコペーションがさっきまであったところになかったりとかですね、歌が入ってなかったり、これラストのサビなんでね、これちょっと本当はここで転調ってキーがね変わるんですけど、ガズレレではこのまま、最後まで駆け抜けるよということでございます。そしてここ見てもらうと、ここツタタタタって、これ最後かっこいいバージョンでここでおかずを入れて、そしてここ見て、 G シャープ押し、 A シャープ押し、これガズレレオリジナルのかっこいいコードを弾いて、最後このフレーズ、これは、ここにタブ譜があるけど、でん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 、これコードじゃなくてね、メロディー弾きますよ。これ後で解説していきますんで、楽しみにしておいてください。これがガズレレアレンジでございました。出てくるコード見ていきましょう。いやー、コードたっぷりだな、こうやって見ると。はい。でも安心です。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンなんで、ひとまず隠しておきましょう。今やった簡単バージョンは、CAm、A7、C7、F、Dm、G7、E7、Em7、1、2、3、4、5、6、7、8、9個のコードが出てきたってことですね。つまり、D7 以外が全部出てきてます。ガズレレ必須コードのメンバーって、今映ってるのね、たくさんあると思うけど、これはね、ガズレレではね、安心の入門コードのグループなんですよ。これはこれです。ガズレレ必須コードのグループのメンバー。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクロリで音楽始めたい人に最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあるのと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんにドンと初心者の方が10個覚えようと思うとね、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになるんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、楽しく面白く覚えちゃってください。今日そのうちの9個なんでね、これは今日は、ね、コードを覚えるのにも最高だと思います。まずこのコードを覚えないとね、まず演奏ちょっと難しいんで、じっくり、コード覚えて楽しみながら覚えるのがポイントですからね、やっていってください。そしてまあ今のシンプル簡単バージョンでもゆっくりでいいんでね、さっきあのノートに移してもらったり、ガズクラブに楽譜ダウンロードしてもらったりして、まずゆっくり、メロディーと言葉の英語のこのタイミングをつかみ取ってだんだん速くしていくのがいいと思いますね。この曲の1個の魅力はね、やっぱスピードでもあるんでね、その辺悩むところなんですよね。あんまりゆっくりやっちゃうとこのハイスタ感が出ないっていうか、パンクロック感、エネルギーがちょっとね、感じられなくなっちゃうんで、そのバランス取りながらも、最初ゆっくりですよ。だんだん早くやって、これがいいと思います。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはなかなか強烈ですよ、これは。はい。まずコードが追加されます。まず A というコード。これは簡単です。Am と A7 を同時に押さえる。これが A なんですよ。こっちの方が響き、さらに、いい響きになると思います。このサビの、In my heart's day gold っていうところで、このコードを使っていきます。あとね、この G シャープ星、A シャープ星っていうのはセットでこれいつもご紹介してます。これよく出てくるんですよ、ガズレレでも。ちなみにこの星がついてるコードは他のところでも全然通用しないですからね。このガズレレのガズさんだけが勝手につけてるこの星マークですから。これはね、コードの名前とかよくわかんないけど、気持ちがいいコードだよってことで、表記してます。まず G シャープ星を押さえる場所。ここと、ここ変なとこですよね。ガズさんはこうやって押さえるんですよ。はい。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦で、こんな形でガズは押さえてます。もちろん、これでもいいですよ。これでもいい。人差し指でこの1、2、3弦押さえといて、ちょいと立てる。はい。とにかくこことこことここ押さえて、4弦も弾きます。これが G シャープ押し。で、A シャープ押しっていうのは、この形のまんま見てて、1個、2個、ここにずらしたやつです。はい。いい響きでしょ。今 G シャープ星から A シャープ星に移動しました。これ最後の最後に一回だけこのエンディングのところで出てくるんでね、このコード、響き気持ちがいいんで味わっていってください。
ガゼレレでもこれ結構出てくるんですね、このコードもね。これを機にマスターしてくださいということでございます。さあさあ、そして今日出てくるリズムはこちらになります。ドン !8 ビートのチャと、これね、パンクロックビートって今、ちょっと名付けましたけど、ちょっと今日特殊なリズムをやろうと思います。そしてシンコペーションね。今日はこのシンコペーションっていうのはなかなかすごいことになってます。はい。なんでも一応今日は、でも、後でね、このパンクロックビートっていうのを解説するとして、この8ビートのチャと、シンコペーションが、まあ、メインで出てくるよということでございます。今映ってるリズムの解説動画は概要欄に貼っておきますよ。ウクレレでできる、ウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの中にですね、8ビートのチャとシンコペーションの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、今から、やってみたいなという方はぜひ動画を見てやってみてください。一応どんなリズムかというと C で弾いてみましょう。ちょっとゆっくりね。ちょっとゆっくりで今早いかもしれない。これで本当にこのハイスタのテンポは早いんでね。これでもゆっくりなんですよ。まあ、もうちょっとゆっくり。ダンチャッタ、うんとチャッタ。これが8ビートのチャなんですけど、今回はこのハイスタバージョンみたいなこのパンクロックとか勢いのあるロックではですね、これがね、前のめりにグイグイパワフルに押し寄せてくるよというリズムなんですね。で、この矢印マークのシンコペーション、これがリズムが前にズコンズコンと食い込んでくるよということで、ちょっとこれイントロ見てください。このイントロだけでも強烈でしょ？ちょっとゆっくりやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ブン、タン、トン、ドツ、タン、ダ、ダン。はい。全部入ってくるわけ。F から E7 でアップで、今度 Am でアップで、次 C7 でアップで、で、次のブロックは今度シンコペーションついてないから、F から G7、C、タッカ、タッカ、タッカ。こんな感じですね。すごいよね、これ。矢印だらけでも。でもだから、矢印を見るっていうよりは、この、フィーリングで覚えちゃった方がいいかもしれません。ちょっとこれ続けてやってみますね。ゆっくりめで。ワン、ツー、スリー、フォー。デデン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 。デン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 。デン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 。こんな感じになります。リズムがズコンと入ってくるの分かる。この俺前のめり感がすごいかっこいいですね。で、後半いきます。デン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 。止まります。で、ここで歌が入ってくる。だからイントロはね、この、面白い小説になってるんですね。一個まあ、足りなく感じるっていうところが仕掛けでございます。そしてこの後ね、A メロが始まるんですけど、この A メロからさっき言ったパンクロックビート、まあ今ちょっと名付けてみたんですけど、これすごい疾走感がある速いビートをちょっとね、再現してみたということなんですけど、ちょっと聞いててもらおうかな。A メロの1番やりますね。1、2、3、4。My life is a normal life.結構良くないですか、このリズム。スタンダンドゥダッツタンドゥダッツタンドゥダッツ、すごいスピード感があるドラムをウクレレで一本でどう再現しようかっていう時に、スタンダンドゥダッツタンドゥダッツタンドゥダッツ、これチャとアップなんですよね。チャパンパチャパチャパチャパンパチャパチャパ、これが基本です。ちょっとこう文字で表すと、チャパパチャパチャパチャパパチャパチャパ、たまにチャパンパチャパチャパチャパンパチャジャジャジャチャパンパチャパチャパチャパンパチャパパパみたいな。すごくこのスピード感とうねり、このドラムがドンダースタンドンダースタンドンダースタンってかつかつかつかみたいなのをちょっと再現して、これかっこいいんじゃないかなと思います。慣れるとですね、結構リズム乗りやすいと思うけど、速くなっちゃいがちない、これも注意ですね。ちょっと伴奏だけやってみますね、A メロの。My life is a 1, 2, 3, 感じです。ドゥダンツクタンツンダンツクタンツンダンツクタンみたいなドラムをなんとかこのウクレレ一本でスピード感やってみました。はい、基本はさっきも言ったけど C でね、ちょっと練習しましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。これで歌う、これかなりのね、疾走感、パンクロックのこのグワーッとこう行く感じ、再現できるんじゃないかなと思うんですけど、ここは結構、難しいかもしれないですね。はい。ちょっとぜひチャレンジしてみてください。で、A メロの1番はこのリズムで全部やりますね。それでサビは8ビートのチャーで、さっきやったイントロみたいな感じですね。I don't forget when you say you wish to goA が登場します。
ここがですね、まあ8ビートなんですけど、これ普通の8ビートじゃなくてもうシンコペーションの応酬なんで、まあとにかくもう前のめりに、ね、行っちゃうんで、これ前のめりはいいんですけど、リズムがあんまり速くなっちゃうと、もう最後の方速くて弾けないって可能性も出てきますからね。心地よいこの前のめり感が出るといいと思いますね。そして、今の、サビの後半の In My Heart Stay Gold のところでちょっとダッタって止めたいから、まあ正確にはカッティングというかですね、ちょっと聞いててくださいね。I don't forget Always in my heart stay gold ダッタッアップで2回ダッタッこれができると言ってます。もう1回 I don't forget Always in my heart stay gold ダッタッってこう2回カットしといて止める。はい、まあカッティング、これ左手でで止めるとカッティングって言うんですけど、これを使えるとさらにいいですね。このカッティングちょっと知りたいなと思った方は、さっきのねリズムのいろいろというね概要欄に貼ってるところにカッティングの解説もあるんで、ぜひやってみてください。はい、ここがかっこいいんですよね、サビのね。で2番なんですけど、2番の前半は今言ったパンクロックビートダーンダッタ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 でやって、後半は8ビートのチャに落ちるんですよ。ここがかっこいいんですね。これをちょっとやってみると、2番の後半からいきましょうか。You left me to sound you, but I have to show your love. Now I see the little meaning of the world. この感じ。ドンタッと押すと、ただここの8ビートに切り替わるところすごいかっこいいです。それで、またサビをやってって繰り返しになっていきますということですね。で、もう一回サビをやった後に、イントロのフレーズをやって、最後のラストのサビ。ここら辺でですね、ちょっとノリが変わってくるところがあります。最後のサビをちょっとやってみますね。感想の後です。ワン、ツー、スリー、フォー。I don't forget when you sit in the street。ここは普通ですね。で、ここ。I don't forget always in my heart stay go。ここは何の変哲もなく C で行くんです。go。その次。I don't forget って伸ばします。で、次は最後のところ。です。このツタタタタタっていうところで、ツタタタタタタタですね。F から G7、G シャープ星、A シャープ星。ここの辺の流れがですね、ちょっと急に流れが変わるから、おーってくるかもしれません。はい。この後、お待ちかねのフレーズです。タブ譜を使って、このイントロ、あのフレーズを再現してみましょう。はい。これがタブ譜でございます。このタブ譜の読み方わかんない方は、概要欄にタブ譜の読み方貼っておくんで、ちょっと練習しておいてください。じゃあ解説していきます。まず最初、3弦の開放弦。次2弦の開放弦、次2弦の3、次、1弦の3、次また2弦の3、次2弦の開放弦0、その次また2弦の1に上がります、次また2弦の0フレット、次3弦の2フレットで C です。ちょっとゆっくりやりますから見ててくださいね。せーの、タン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 、これがエンディングのメロディーです。はい、よく分析したらわかる。3弦の0、2弦の0、2弦の3、1弦の3、2弦の3、2弦の0、2弦の1、2弦の0、3弦の2、 C です。はい、これをちょっと最後のとこからやってみようかな。ラストの I won't forget が感じでやりたいわけですけど、これなかなか急にこの単音のねメロディーで右手が困るかもしれないけど、まあちょっとそこは臨機応変にちょっといろいろゆっくりチャレンジしてください。だんだんゆっくりしといて、溜めてやる。これはですね、もうひたすら練習ですね。このタブ譜を見てゆっくりこれを自分でマスターする。これがもうとにかくいいです。で最初はテンポゆっくりですよ。
のぐらいゆっくりでタブを使ったフレーズ最後エンディングで入れてバシッと決めちゃいましょうということで、これで結構締まりが素晴らしくいいんじゃないかなというふうに思います、ね、今日はだからキーワードはやっぱこのなんていうのか畳みかける力強いまあリズムとですね、やっぱりズダーンダ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 ンってこのパンクロックビートで今名付けたこのビートと最後のエンディングのフレーズ、あとシンコペーションも山盛りだよということで、まあこれはね難易度結構高いです、かっこいいバージョン。なんでまずは簡単バージョンでちょっとね相当掴んでからだんだんゆっくりゆっくりやっぱり速くしていくのがいいかなと思います。そしてやっぱり忘れちゃいけません、この歌詞の和訳読んでくださいよ。もうステイゴールド、まあもうなんとなくねもうそのエネルギッシュな感じはわかると思いますけど、ぜひ皆さんは和訳も読んでいただいて、その心持ち、このハイスタンダードというバンドをこう思いながらですね、音楽っていうのは感情表現ですから、そこら辺が大事になると思います。ああ熱量高くいきましょう。いきますよ。ハイスタンダードのステイゴールド、ガゼレリルかっこいい場所。やってみる1, 2, 3 Just young in those that you were with me, the memories make me smile. Oh, I won't forget when you said you mistake call. I won't forget always in my heart stay gold. It was such a lonely time after you were gone. You left me certainly, but I'm happy to show you love. Now I see.Meaning all your world, they show me the way to love. Saw you always like you were. Oh, I won't forget when you said to me stay gone. I won't forget always in my heart stay gone. スタンダードの代表曲ガゼレリかっこいいバージョン熱くやってみました。これはなかなか深いというかね、いいですけども、これはもう勢いがすごいです。ぜひ時間じっくりかけてトライしていきましょう。さあ皆さん、お知らせです。いよいよ3月12日今度の日曜日になったこのイベントですけど、これちなみに 言わせてください。どなたでも参加できて、別にお子さんは連れじゃなくても一人でもどなたでも大丈夫です。はい。でどなたでも何の予約もなく入れるんですけど、ちょっと注意事項がありますんで、ぜひこの渋谷のタワーレコードのイベントに来てほしいんですけど、このね概要欄に貼っとくね今日のブログをですね見ていただいてですね、内容をご確認の上ぜひ来てください。ウクレレ持ってきてね、このね本が出たというこのイベントなんですけど、渋谷のタワーレコードで無料イベントですから、ぜひ皆さんに会えたらもう最高だと思います。ぜひ、渋谷3月12日足を運んでいただければと思います。盛り上がりましょう。よろしくお願いします。2023年ガゼレレ生誕10周年ということで、東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますか？リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。
お願いします。あといつもねガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。